前へ飛ばしています。カルストンライト、リードは3馬身あります。第4コーナーをカーブ、直線に向かいました。さあ、オーストにジュランダルが回っていきました。さあ、カルストンライトが200を切りました。まだ4馬身のリードが、4馬身のリードぐんぐんと大止まりまして、ジュランダルが突っ込んできた。香港のケープオブグッド方向2番手の一緒に上がってきた。カルストンライトがゴールに逃げ切りました。驚異的な再加速で圧勝。スプリンターによります、速さの勝負といいますと、新潟の直線 1000m のアイビスサマーダッシュというのを思い出しますけれども、このアイビスサマーダッシュを2勝した馬、しかも一度は53秒7という、レコードタイムを出したカルストンライトがおりますよね。このカルストンライトが、中山競馬場のスプリンターズステークスを、勝ったことがあったわけなんですけれども、その勝因にはいろいろありました。まず 1000m の53秒7というタイムなんですけども、時速に直しますと75キロになるんですね。大変な韋駄天ぶりだったわけですけれども、それまでの8勝、全てカルストンライトは新潟、福島、それから小倉、京都、つまり直線が平坦なコースだったんですね。ですからスプリンターズステークスは中山競馬場の直線の急な坂がありますので、逃げ一手ではどうだろうかという当然課題が見えていたわけなんですけれども、カルストンライトは、最初に挑戦した時には実は大敗しておりました。そして、4歳の夏、一度アイビスサマーダッシュを勝ってから2年経ちまして、6歳の夏ですね、この時に2度目のアイビスサマーダッシュ勝利があるんですけれども、この時にスピードがまた、あるいはダッシュが戻ってきてですね、強さを増していたんですけれども、その時に挑戦したのが今日ご覧いただきますスプリンターズステークスだったんですね。でこの時の人気なんですけれども、一番人気は春の G1 高松の宮記念を勝ったサニングデール、それから2番人気が驚異の末脚で前年のスプリンターズステークスを勝ったデュランダルでした。このカルストンライトは、中山の戦略どうかということで、実は5番人気だったんですね。2004年第38回のスプリンターズステークス、中山競馬場は不良馬場でした。第38回スプリンターズステークス、不良の悪コンディションとなりました。ご覧のように雨足がはっきりしております。ウィンラディウスが一番最後になります。さあ収まりました。向こう正面です。スタートしました。一斉に飛び出してまいりました。さあどれが先頭か。カルストンライトが速い。カルストンライトが先頭で、シーズ東証が追いかけていきますが、牛からはシルバー Z、 そしてナムラビッグタイム、タマモホットプレイ、ゴールデンキャスト、ゴールデンキャストが今3番手から2番手に接近してまいりました。あとのグループはシルバー Z が外、中にはフェアジャグがおりますが、その内には8番のタマモホットプレイ、その後6番のアシュダウンエクスプレスがおります。外を回りましてキンランドスバン、その後にケープオブグッドホープ香港がおります。あと下がりましてカフェボストニアン、そしてウィンラディウス、あとは後ろの方からは今サニングデール、後方から3頭目、外にデュランダルが回っていきました。あともう1頭シルバーゼットがありますが、これから第4コーナーを目指していきますが、前へ飛ばしています。カルストンライト、リードは3馬身あります。第4コーナーをカーブ、直線に向かいました。さあ、オーストにデュランダルが回っていきました。サニングデールはババの内を狙っています。さあ、カルストンライトが200を切りました。まだ4馬身のリードが、ロングマシンのリード、牛からヘリック、ナムラビッドタイム、あるいはぐんぐんと大騒まりまして、デュランダルが突っ込んできた。デュランダル、そして香港のケープオブグッド方向2番手の一線に上がってきた。カルストンライトがゴールに逃げ切りました。カルストンライト、そしてデュランダル、その後ケープオブグッドホープ、圧倒的なスピードスピードでカルストンライトが不良馬場モノカワ逃げ切りました。勝ちタイムは1分9秒9となりました。さすがに時計がかかりましたが、しかし好調ぶりを発揮いたしました。カルストンライトの逃げ切りです。
あと外を回ったデュランダル、いつもの追い込みではありましたが、前からはちょっとだいぶ及びませんでした。素早く先頭を奪ったカルストンライトーがなんと直線では後続を引き離して、デュランダルに4馬身の差をつけていたんですね。まあすごいなと思うんですけれども、実はこの時不良馬場というのがですね、まあカルストンライトーに味方したんではないかという、そういう見方ができたと思います。勝ちタイムはちょっとかかっていたわけですし、なんといってもスタミナが必要な馬場コンディションだったんですね。ですから同じ速さで走っておりましても、後続馬も相当この不良馬場で足を取られておりましたから、先に行ったカルストンライトーが粘り通したという、まあ、そんな雰囲気だったと思います。まあ、これが6歳にして9回目の勝利だったんですが、これが初 G1 制覇ということになっておりました。ミチュアルは全く答えずですね、逆に追走に苦しんだ後続馬を尻目にですね、 G1 制覇となったわけなんですが、速さに加えてスタミナ勝負になった時にはどういうタイプの馬がスプリンターズステークスでいいのかというですね、一つのお手本になったと思います。さあカルストンライトーが200を切りました。まだ4馬身のリードがカルストンライトーがゴールに逃げ切りました。